セント・ジョンズ川はアメリカ合衆国フロリダ州では最長の川であり商業用途やレクリエーション用途が重要なものになっている。その全長は310マイルあり、蛇行して州内12軍を通りまた軍境となっている。そのうち3軍は州内でも面積の広い軍である。水源から川口までの落差は30フィートしかない。 フロリダ州にある水路の大半と同様に、流速が0.3マイル時、字と大変遅く、眠気を誘う、と言われることも多い。世界で川の種類は多いが、北向きに流れる数少ない川の一つだと考えられている。川の途中で多くの湖が形成され、あるいは流れ込んでいるが、川そのものの最も幅が広い地点では3マイルある。最も狭い地点は水源であり、 インディアンリバー軍の船も行けない沼地である。セント・ジョンズ川に集まる様々な水流の域内に全体で350万人の人々が住んでいる。セント・ジョンズ川流域は広さが8840平方マイルあり、その中にはフロリダ州の主要な湿地のいくつかを含んでいる。大きく3つの流域に分けられ、さらにジョージ湖とオクラワハ川の2つの水域と接している。 これらの全てがセント・ジョンズ川水質管理地区によって管理されている。セント・ジョンズ川沿いとその近くに様々な人々が住んでいた。パレオ・インディアン、アルカイック時代人、ティムクア族、モカマ族、フランス人やスペイン人の開拓者、セミノール族、奴隷や自由人、フロリダクラッカーと呼ばれた英米人開拓者、土地開発業者、さらに観光客や退職後のトン者である。 博物学者、ウィリアム・バートラムの日誌、小説家、マージョリー・キナンドー・リングスの著作、同じくハリエット・ビー・チャース島の故郷への手紙の主題となってきた。フロリダ州はアメリカ合衆国となった地で、ヨーロッパ諸国による最初の高級的な植民地ができた場所だが、合衆国の東海岸では最後に開発されたところである。20世紀に入っても、 2階のフロンティアのまま残されていた。しかし、フロリダ州に注意が向けられると、進歩への全国的な熱狂の中で土地の過剰な開発が急速に進んだ。セント・ジョンズ川は、フロリダ州の多くの河川と同様に、農業や住宅地のために変えられた。厳しい汚染や人による干渉があり、川やその周辺で生物の自然の秩序が消滅した。 セント・ジョンズ川は1988年にアメリカの歴史遺産14河川の一つに指名され、2008年にはアメリカで最も危険性のある10河川のリストに加えられた。フロリダ州は川の周辺での人口増に対応し続けながら、セント・ジョンズ川周辺流域で修復作業が進行中である。セント・ジョンズ川はインディアンリバー郡に始まり、デュバル郡で 大西洋に出会う、フロリダ州の主要な商業と、レクリエーションに使われる水路である。レイクウェルズリッジの方向に生まれる水源から北に流れる。水源は、海面からわずか30フィート上がっているだけである。このように落差が小さいので、長い排水がある。バリアー島を抜け、水路を登る潮と共に引いたり流れたりする。平行して流れるキシミー川と同じ地域の地形を、 共有しているが、キシミリ川の方は、南流している。セント・ジョンズ川は、セント・ジョンズ川水質管理地区が管理する3つの流域と2つの関連流域に分けられる。川が北向きに流れているので、上流域はその南端である水源のある地域にある。インディアン・リバー群は、沼地のネットワークとして、川が始まる場所であり、ベロビーチの西にある地点は、 中央フロリダのセント・ジョンズ湿地と名付けられている。セント・ジョンズ川は排水流であり、すなわちその水はその下にある湿地や沼から供給される。水は砂質の土壌から染み出し小さなバレーに集まる。上流域は約2000平方マイルの広さがあり、インディアンリバー群から一つ北のブレバード群に入ると船の航行が可能になる。川は オセオラ軍とオレンジ軍の軍境に触れ、セミノール軍の南東端を流れる。タイタスビルの北12マイルほどで中流域に変わる。セント・ジョンズ川の上流域は1920年代にメルボルン・ティルマン排水工事が行われて著しく、水位を下げた。これは、パームベイの近く、テンマイルリジを通って掘られた運河を通じて、セント・ジョンズ川の水源の水を、 東のインディアン川に発見させたものである。2015年時点で、運河一再配置工事の第一段階によって、過去の水路の付け替えが部分的に戻された。セント・ジョンズ川はこの流域で最も狭く、流れが予測不能になる。水路の流れは明白ではなく、通常は気づかれないほどである。川のこの部分を最も効率的に進むには、エアボートが良い。 セント・ジョンズ川流域全体で約3,500の湖水がある。すべて水深が浅く、3フィートから10フィートの間にある。川はこれら湖水の多くに流れ込み、それが高校をさらに複雑にする。大きな湖8個と小さな湖5つが上流域にある。その中で最初にあるのが、レイク・ヘルン・ブレージズであり、19世紀初期に、 船乗りや漁師が叫んでいた制限を使っている。すなわち、ゆるりした流れのために島が場所を変えるので、マクルファイト、すなわち泥と海藻の浮島を抜けて航行しようとして、イライラした船乗りが吐いたセリフだった。ワシントン湖、ワインダー湖、ポインセット湖がその下流に並んでいる。上流域の北端は、トソハチイ野生生物管理地域である。これは1977年に創設され、 大きくなる、セントジョンズ川に流れ入る水を越す働きをしている。トソハチ野生生物管理地域の糸杉ぎ。裾広がりの幹に見られる黒色のマークは、水位がそこまで上がったことを示している。上流域と中流域の湿地には、雨で水が補給され、周辺の土地の構造で保持される。酸素と養分が少ない環境にある。それは、通常、何世紀にもわたって、 植物以外から生まれるデータの中で形成されるものである。水位は亜熱帯の雨季と寒気に応じて変化する。中央フロリダと北フロリダに降る雨は夏と冬の季節によって変化するが、それより南では冬の雨が稀である。これら流域の植物はすべて洪水や干ばつなど水位の変化に対応しなければならない。スイートベイ、糸杉、沼水木が ハンモックと呼ばれる隆起した土地でハンモしている。水中に長くある木は、通常幹が強化され、もつれ束ねられた根を持ち、水中でも酸素を得るために、糸杉ぎの呼吸根のようなコブがあるが、大部分の植物は水性である。湿地に生えるのはハス、食中植物、バージニアやア,アメなどがある。川の南端では、ヒトもとすすきすなわちソーグラスが、 湿地プレーリーの広い範囲に成長し、かつてはエバーグレーズまで広がっていた。これら湿地の植生は水の汚染物を起こす効果があり、これらがなければ下流に汚染物が流れていったはずである。サンフォードのすぐ南のセントジョンズ川は水路が狭く水生植物と湿地が広がっていることがわかる。セントジョンズ川は37マイルの区間で広さ1200平方マイルの流域を 主に春と嵐の時の一流水を蓄えて流れる。この流域は、オレンジ郡、レイク郡、ボルーシャ郡、セミノール郡の全体に広がっており、オーランド大都市圏があり、人口は200万人、主要な観光地が入っている。中流域の地形は、川に沿って、はっきり識別できる岸と浅い湖の間で変化する。中流域で大きな湖の二つであるハーニー湖。と、 モンドウ湖は川によって作られた。浅く、広さは9平方マイルのハーニー湖は長く狭い、パズル湖から水が流れ込む。そのすぐ北にあるのがイーコンドック8川であり、セントジョンズ川に合流して水量を増すので、大きな船でも容易に航行できるようになる。川はそこから西に曲がり、ジェサップ湖に触れてからモンドウ湖に注ぎ、サンフォードの市内を過ぎる。 アメリカ陸軍工兵司令部によって、セントジョンズ側の航路が浚渫され維持されているのが、この地点からであり、アメリカ沿岸警備隊の維持する航路標識が始まっている。モンロー湖は、湖水面積15平方マイル、平均水深8フィートの大きな湖であり、周辺の2240平方マイルの流域から、水を集めている。 サンフォードでは湖岸にある中心街を建設することで、湖に同化しており、市民は船便を使い、サンフォードの公営桟橋で降りて、町まで通勤している。モンロー湖の跡は深さ8フィート、幅約100ヤードの水路が維持され、中流域では最も重要な支流であるウェキバ川と合流する。ウェキバ川は、泉から流出した川であり、 セント・ジョンズ川にた日約4200万ガロンの水を流している。この合流点近くにリバリーとデルトナの各地がある。ウェキワ川を囲む森はフロリダ州でも最大のアメリカグマ生息域になっている。赤ザルの集団もいくつか川の近くで生息している。この猿がフロリダにどのように導入されたのかは不明である。1930年代にシルバー川周辺で 撮影されたターザン映画の背景に使うために持ち込まれたという話もあり、あるいはそれと同じ頃に船でジャングルクルーズを事業にしたものが、それらしさを出すために持ち込んだという説もある。ブルースプリング州立公園近くのセントジョンズ川、湿地の代わりに岸や樹木がはっきり見られる湿地で、最も重要な生物は無脊椎動物であり、食物連鎖の基礎になるものである。 アップルスネール、ザリガニ、グラスシリンプなど、両性の無脊椎動物が植物を食べて、その分解を早め、それが魚や鳥の餌になる。昆虫の幼虫が水中で餌を求め、微子的な藻類や、その付着生物の中に生息する、小さな貝足シ類や、単脚類を食する。カワ、水中で生まれ、それがフロリダにいる112種のトンボや44種の、 糸とんぼの好む餌になる。これら動物は耐水性があり、水位が季節によって変化したり、干ばつと洪水のサイクルを通じて換気にも対応できる。脊椎動物では湿地の水中で多くの種類のカワズサンショウウ山椒魚、蛇、亀、アメリカアリゲーターが増殖している。これらの動物の多くは夜に活動する。カワズの鳴き声がやかましく、 アリゲーターの繁殖期には牛ガエルの声が混じる。セントジョンズ川上流付近の沼地には鳥類が群れる。近年の研究では1ヶ月で6万羽の鳥が観察され上流域で巣作りや餌やりを行っていた。白キやアメリカトキコウ、またアメリカ紫版など水鳥が子孫を増やすために水辺に寄っている。浅い水域や寒気の水たまりで小さな魚や、 オタマジャクシを餌にしている。繁殖が終わると数千羽にもなり、その鳴き声がやかましく、またその糞が木の栄養になる。マナティは陶器をブルースプリングで過ごし、ホントゥーン島州立公園で保護されている。セントジョンズ川は再び北に展じ、パットナム郡、レイク郡、マリオン郡、さらにボルーシャ郡西部に広がる4万6千エーカーの流域を蛇行する。 植木ワ側のやや北にブルースプリングがあり、その輸出量は1日6400万ガロンと、セントジョンズ川流域では最大の泉である。フロリダの泉は年間を通じて水温下し72度を保っている。このためにブルースプリングは西インド諸島のマナティが冬を過ごす場所となり、ブルースプリング州立公園の中で保護されている。マナティは大きく、ゆるり動く。 草食性の水生動物であり、その主たる脅威は人間の開発であり、また素早く動く船との衝突である。セントジョンズ川とその支流の多くの部分が、マナティが船のプロペラで重傷を負ったり致命傷にならないよう保護する航行禁止水域になっている。ブルースプリング州立公園における人とマナティの接触は禁じられている。ブルースプリング州立公園の北に接して、 ホントゥン島州立公園があり、船で飲み行くことができる。1955年、ホントゥン島に近いセント・ジョンズ側のデードの中に、袋をあしらった、極めて稀なティムクア族のトーテムが埋められ保存されているのが見つかった。そのトーテムは、製作者が、袋一族に属していたことを示している、可能性がある。ティムクア族の異なる一族を表すトーテムが他に二つ。 見つかっている。北アメリカの太平洋岸北西部以外で見つかった唯一のトーテムはペリカンとカワウソのような形をしており、1978年に川の底をバージが擦った後で見つかった。カワウソはセントジョンズ川やその支流の全長にわたって見られる。巣穴や水路を遮る木の根に住んでいる。ザリガニ、カメ、小魚を食し、夜に活動し、いたずら好きだが、 人との接触を避ける。ジョージ湖はフロリダ州で第2位の大きさの湖であり、セント・ジョンズ川の作った湖では最大である、セント・ジョンズ川はジョージ湖の南端に入る。ジョージ湖はフロリダ州で第2位の大きさの湖であり、湖水面積72平方マイル、幅6マイル、長さ12マイルある。ジョージ湖を囲む流域は五百九十平方マイルあり、 オカラ国立の森とジョージ湖州有林の中に入っており、それぞれ38万エーカーと2万千エーカー以上ある松と低木の多い生態系を保護している。ジョージ湖流域は低い森林地が支配的であり、スラッシュパイン、ノコギリパルメットのほか、痩せた砂質の土壌に生育する100種以上の被覆植物や薬用植物が生えている。 低森林松林は比較的乾燥しているが、洪水でも短期間ならば耐えられる。野生のン面鳥、カナダズルやアメリカ合衆国大陸部では最も生態数の多い南白桃和紙など大型の動物は、この低森林地では生息しやすくなっている。この生態系でよく見られる、哺乳類としては、アライグマ、オポッサム、ボブキャット、オジロジカなどがおり、 乾燥し平たい地域で、被覆植物が生え、巣作りに適した場所がある場所を好む動物である。オクラワハ川は北に流れ、セントジョンズ川の最大の支流として合流する。歴史的にも重要な支流である。オクラワハ川の流域は、オレンジ郡、レイク郡、マリオン郡、アラチュア郡に広がり、総面積は2769平方マイルある。おから、ゲインズビルの漁師や、 オーランド都市圏の北港がその流域に含まれる。オクラワハ川には水源が二つある。一つは湖のつながりであり、そのうち最大のものがレイク郡のアポップカ湖であり、ポーク郡のヘインズシティに近いグリーンの間はパラトラカハ川から排水される。1日5400万ガロンを紛失するフロリダ州でも最大級の泉から流れるシルバー川は、 全長96マイルあるオクラワハ川の中ほどで合流する。南北戦争でアメリカ連合国陸軍の大員だったジョン・ウィリアム・ピアソンが自分の民兵隊にこの川から名前を取ってオクラワハ・レンジャーズと名付けた。ピアソンは戦前に健康リゾートのオレンジ・スプリングスを経営して成功していた。戦後、近くのシルバー・スプリングスに注意が向けられたために ピアソンのリゾートの人気が落ち、20世紀への変わり目に、オクラワハ川が世に広められた。ジョージア州生まれの詩人シドニーラニアは、1876年に出版した旅のガイドボーンで、世界でも最も甘い水路と呼んでいる。小説家、マージョリー・キナンド・オリングスは、オレンジレークにあったその時下からオクラワハ川を通って、セント・ジョーンズ川に行った。この地域は、 釣り場として人気が高かったが、1940年代に水質の悪化が起こり、それ以後側とその水源のさならる質低下が続いた。特にアポプカ湖は1980年にディの陶器が原因で、化学物資の汚染があった後は、フロリダで最も汚染された湖になった。近くの農家から柑橘園の農薬と汚染水の流出が起きて、塩素系水の花が発生した。 中央フロリダに生息するオオクチバス、ブラッククラッピー、ブルーギルは全国から来る釣り人が狙う魚である。セントジョンズ川には183種の魚類がおり、そのうち55種は本流で見られる。南モザイクダーターはオクラワハ川でのみ見られる。ある種は海洋に住むものであり、産卵のために上流に遡るか、塩分の多い春の生息域を見出したかである。 例えば大西洋兵は上流のワシントン湖に住んでいる。太陽型ワーム、巻貝、白指の小霧飾りガザミは、潮石の影響が稀な最上流で見られる。対照的にアメリカウナギはセントジョンズ川とオクラワハ川に生息し、大西洋の中央にあるサルガッソ海で産卵する。太陽で1年間過ごした後、その多くがセントジョンズ川に戻ってきて生息し、 月の満ち欠けに促されて海洋に戻り散乱して死ぬ。セント・ジョンズ川とオクラワハ川の合流点から大西洋までの101マイルが下流域であり、パットナム群、セント・ジョンズ群、クレイ群、デューバル群に広がる2600平方マイルが流域である。この流域では12の支流が合流する。セント・ジョンズ川はジョージ湖の北端でかなり広がり、ジョージ湖とパラトカシの間で、 幅が600フィートないし2640フィートとなる。パラトカ市とジャクソンビル市の間では、さらに広がって1マイルないし3マイルとなる。この部分は航行が可能であり、船舶による輸送が主要とである。アメリカ陸軍公兵司令部が航路を最低推進12フィート、幅100フィートで維持している。パラトカ市の北では、推進40フィート、 幅400フィートないし900フィートに拡張される。セントジョンズ川のピコラタととこい近くで日没と、糸杉、セントジョンズ郡の渡し場があった、ところか流域の町や市はフロリダでも最コクラスのものであり、その歴史は川を中心にしたものである。パラトカとグリーンコーブスプリングスは過去に人気ある観光地だった。川沿いの小さな場所数カ所が渡し船。 船着き場近くに出現したが、鉄道が開通しさらに、週刊高速道路が大西洋岸近くに建設されると、それらの町の多くが経済的に減退し船着き場は忘れられた。セントジョンズ川の下流最後の35マイルは、アメリカが衆国本土の都市として、面積最大、人口も100万人を超えるジャクソンビル市を流れている。 ジャクソンビル市の経済基盤の多くは川に依存している。毎年1800万ショートトンの貨物がジャクソンビルで積み下ろしされている。輸出品としては紙、臨酸事業、農薬、柑橘類であり、輸入品としては石油、コーヒー、石灰岩、自動車、木材がある。ジャクソンビル港は地元経済に13億8000万ドル貢献し、1万人を雇用している。 ジャクソンビル地域にアメリカ海軍が基地2箇所を持っている。セントジョンズ側の河口にあるメイポート海軍補給基地は大西洋艦隊の基地としては第2位の大きさであり国内の母港となっている。ジャクソンビル海軍航空基地は航空基地として最大規模であり航空2個船体が駐屯し150機を超える固定翼と回転翼の航空機があり、 フロリダ州に2カ所のみ残る、フル装備の海軍病院がある。私が、美の簡潔な場所と時を永遠に保持できるならば、セントジョンズ川の高く寂しい騎士での夜を選ぶ、ことだろうと思う。マージョリー・キナンドー・オリングス、クロスクリーク・ジャクソンビル市は、川の市という非公式なニックネームがあり、セントジョンズ川の文化の中心になっている。毎年開催される。 ゲートリバーランという競争には1万8000人が参加し、川に沿ったコースを2回走る。アメリカ合衆国で最大のキングフィッシュ釣り大会は、セントジョンズ川の支流で開催され、キングマッケルル、杉、シーラ、カマスサワラを対象にする。NFL アメリカンフットボールのジャクソンビル・ジャガーズの本拠地球上は川に面しており、また中心街の商業地の大半も同様である。 ジャクソンビル市内では、セント・ジョンズ側に8つの橋がかかっている。そのすべてを大型線が通過できるが、列車や自動車の通行量が多いときは、その通過時間を制限している。ジャクソンビル市内で、セント・ジョンズ側にかかるメインストリート橋長石により、海水がセント・ジョンズ側の河口に入り、中流域まで川の水位に影響を与えている。その結果、 市内の川の多くは海水であり、三角港の生態系にしている。この生態系の動物や植物は、淡水も海水も受け入れられ、塩分濃度と温度の変化が潮の変化や、豪雨の際の排水に関わっている。イルカやサメなど海洋性動物が、ジャクソンビル市内のセントジョンズ川で見られることがあり、マナティも同様である。ヒメジ、カレイ、シャット、ワタリガニなどの魚類、 甲殻類は太陽から炭水の泉まで回遊して産卵する。炭水の無脊椎動物は草類やその付着生物の中に生息し、中華流域の食物連鎖の基礎を作るが、動物プランクトンや植物プランクトンが三角甲生物の役割を果たしている。軟体動物がセントジョンズ側の三角甲に大量に集まり、川底や太陽底で餌を取る。 カキの豊富さと重要さは、ティムクア族が高く残した多くの貝塚で明らかである。カキや、その他の軟体動物は、水鳥の主要食料源となる。川の水源から、ジャクソンビル市の南まで川岸に並ぶ、大きな樹木は、市の東の潮沼で繊維を始める。名宝ーーとは、約20隻のエビ漁船が、母港にしており、セントジョンズ川の川口から、大西洋に出ていく。 セント・ジョンズ川に沿ったジャクソンビル市中心街の商業地区セント・ジョンズ川は海岸平原の内にあり、一時期はバリアー島、海岸砂丘、三角港湿地だった場所を抜けて流れている。フロリダ半島は主に太陽からの力と鉱物で作られた。高度がないので海面の小さな変動でもその地形に劇的な効果を与えられる。フロリダは かつて超大陸コンドワナの一部だった。表面に見える岩層の下にあるのは、火星加工岩の基板岩と、約5億4200万、約2億5100万年、前の古生代に形成された、堆積層の下にある火山性の成分である。約1億4500万年前から6600万年、前の白亜紀、基板岩とその上の堆積層の上に、さらに炭酸カルシウムと、 蒸発岩と呼ばれる水が蒸発した後の成分が覆った。この半島を覆っているのは砂、貝殻、サンゴの堆積と水と天候による侵食という同時進行したプロセスの結果である。海洋水がしりぞき、また上昇し、半島は少なくとも7度海水で覆われた。波が砂、炭酸カルシウム、貝殻を固めて石灰岩にした。太陽の円 海浜の円は、この堆積層形成で形作られた。セントジョンズ川のように、南北軸にある川は、谷によって分けられることが多かった、過去の海浜の円に作られた。太陽が退くと、谷に、ラグーンが形成され、それが酸性水によって、さらに侵食を受けた。さらに、大西洋岸に形成された、バリアー島がラグーンを土で囲み、淡水の川を形成した。 セント・ジョンズ川は、サンフォードの地域あたりに形成された初めから北に流れている。サンフォードの近くで、数マイルの間急に西に向かっており、セント・ジョンズ川のオフセットと呼ばれるが、すぐにまた北向きに変わる。地質学者は、西に流れるオフセットが北向きに流れている部分よりも、早い時期に形成されたという仮説を立てている。それは、第三期あるいは、 約6600万年から1200万年前の更新予初期に形成された可能性がある。地層の破砕や断層もこのオフセットの原因となった可能性もある。フロリダにおける地震活動はほとんど問題のないレベルだが、パンゲア大陸のリフトによって作られたトラフによって生じたいくつか小さな地震がセントジョンズ川の近くで起こってきた。フロリダに 豊富な淡水は蒸発酸と呼ばれる過程で、雨水が大気に戻る結果であり、植物から水分の蒸発と発散が関わっている。雨が降ると、水の大半は湖、水流、川に向かう。しかし、大量の水は地下に保たれるが、地表近くには耐水槽がある。表面耐水槽はほとんど粘土、貝殻、砂でできており、 密度の高い物資の層で閉じ込められている。表面耐水層に井戸を掘ると、より深い耐水層には、高い鉱物岩有量がある地域で、上質の水が得られる。時として、高速層が割れて、水が下に漏れて露過され、下の層を満たすこともある。フロリダ耐水層は、高速層の下にあり、フロリダ州の全体と、ジョージア州、アラバマ州、 サウスカロライナ州の一部にも広がっている。特にフロリダ州北部で採取しやすく、北はセントピーターズバーグからジャクソンビルやタラハシーまで大都市圏の飲料水源として機能している。酸性雨が石灰岩を溶かし地下でホラー穴を作ることがある。これらホラー穴の上の層は100フィートのより薄くシンクホールが形成される。耐水層の上で 石灰岩あるいは砂と粘土の層が崩れて、水がその圧力で噴き出すと、泉が形成される。セントジョンズ川の上流域と中流域は、耐水層が薄く拘束されているところにあり、すなわち泉やシンクホールが多い場所にある。泉は、どのくらいの水を噴き出しているかで測られ、それは季節と雨量によって変化する。最大の噴出量は、 第一強度の泉からであり、少なくとも1秒あたり100立方フィートの水を湧き出させている。セントジョンズ側に水を送る泉で、第一強度のものは4つあり、マリオン軍のシルバースプリングスは、毎秒250内視線290立方フィートの水を噴出している。マリオン軍とレイク軍にまたがるシルバーグレンスプリングは、 毎秒38内市245立方フィートの水を噴出している。レーク軍のアレクサンダースプリングスは毎秒56内市202立方フィートの水を噴出している。四つ目、ボルーシャ軍のブルースプリングは毎秒87内市218立方フィートの水を噴出している。2008年の熱帯暴風雨イはジェニーバで記録的な洪水を起こした。 セント・ジョーンズ川は温暖室潤気候帯にある。夏は気温が下肢74度から下肢92度の間にあり、冬は下肢50度から下肢72度にある。ただし、冬季に気温が氷点以下になることは10回程度ある。川の水温は気温に影響される。水温の平均は下肢5度0から下肢95度であり、夏には高い。パラトカからジャクソンビルの間で、 川幅が広がると、高校には、風が重要な要素となり、白波とないだ水面が普通に見られる。バンカから初秋にかけて、雨が多い。フロリダ州の大西洋岸では、熱帯暴風雨や、ノーイースターの強風がよく起こる。セント・ジョンズ川は10マイルから30マイル内陸に、あるので、インディアン・リバー群から、北のリバル群までを襲った嵐は雨を降らせ、セント・ジョンズ川に流れる。 2008年の熱帯暴風雨、フェイは5日間で16インチの雨を降らせ、その大半がメルボルン近くに降った。セミノール群のゼニーバに近いセント・ジョンズ川は4日間で水位が7フィート上昇し、記録破りとなった。サンォードの近くの川は36時間で3フィート上昇した。フェイは土砂降りだけでなく、川の平たい斜面があったために中流域で、 厳しい洪水となった。しかし、通常のセントジョンズ川流域には、年間50ないし54インチの洪水量であり、その半分が夏に降る。蒸発産の率は、洪水量に比例し、年間27ないし57インチであり、その大半も夏に起こる。グリーンコーブスプリングスに近いシャンズ橋の静かな、セントジョンズ川にかかるキリセントジョンズ川の全長が、 ほとんど平坦なパムリコテラスの中にあり、その傾きは1マイルあたり0.8インチとなっている。北アメリカ大陸でも最も平たい川である。下流域は太陽に近く、その上下は、潮汐や塩分に影響を与える。潮汐は、通常南は、ジョージ湖まで水位に影響する。強風にあった時は16、161マイル離れたモンロー湖まで、その影響が及び、 ハーニー湖まで達したこともあった。通常の潮汐で川の水位は、ジャクソンビルで約1.2フィート上がり、川幅が広がるオレンジパークでは0.7フィートほどだが、川幅が狭まるパラトカではまた1.2フィート上がる。潮汐効果の結果として、下流における排水量はしばしば不正確なものとなる。しかし、オクラワハ川とジャクソンビル中心部との間の、 水系流量は、毎秒4000から8300立方フィートとなる。名棒と川口での調積によらない、排水量は平均毎秒15000立方フィートだが、調積の影響を入れると、毎秒5万立方フィートを超え、豪雨と組み合わされた場合は、毎秒15万立方フィートとなる。上流では、ポインセット湖近くでの毎秒1030立方フィートから、 ディランド近くでの毎秒を2850立方フィートまで変化する。多くの泉、イーコンドックハッチー川、ウェキバ川の五流によって、ハーニーコとディランドの間の年間平均流量は940立方フィートだけ増え、セントジョンズ川の年間平均流量の増加分を表している。セントジョンズ川の川口から中流、上流と距離が遠くなると、川の塩分濃度も下がっていく。 海水の塩分は 35ppt 以上であり、淡水の塩分は 2ppt 未満である。この間の水は排水として特徴づけられる。ジャクソンビル中心部近くで集められた水の塩分濃度は 11.40ppt である。さらに南、ジャクソンビル南側とオレンジパークをつなぐバックマン橋では 2.9ppt。 グリーンコーブスプリングスに近いシャンズ橋ではさらに 0.81ppt と下がる。淡水の溶存酸素量は植物や動物の生命の健康度を示す指標である。大気中から入る酸素と水中植物の光合成で生まれる酸素があり、水圧と水温に影響される。有機物が急速に分解すると川水の溶存酸素量が減り、下水処理水が溢れたことで、 人工的に栄養分が加えられたり農薬を使った畑から排水された時も同様である。アメリカ合衆国環境保護庁とフロリダ州は溶存酸素量5ラム l 以上を推奨している。セント・ジョンズ川あるいはその支流の数カ所で1990年代にはこの最小値以下が報告されていた。ウェキワ川の合流点。 クリスマスの街のセント・ジョンズ川などである。2000年代初期、ブルースプリングとブラックウォーター・クリークでも同様だった。溶存酸素量が低いレベルのままだと水の花を生む可能性があり、それによって溶存酸素量をさらに下げることになる。フロリダ州の排水のすべてと同様に、セント・ジョンズ川の大半の色は、不要や腐敗する水中植物の中の担任ンンによって黒である。 一方、泉から湧き出る水は大変成長であり、川底の深さが数十フィートであっても透明度が高い。人類がフロリダ半島に入ってきたのは約12000年前のことであり、この頃海面は今日より350フィート低く、半島の大きさは今の2倍だった。最初期の人類はパレオインディアンと呼ばれている。 主に狩猟採集型の人々であり、マストドン、馬、ラクダ、バイソンなど、大型動物を追っていた。土地の多くは、水際から遠く、清水は氷河や極地の氷河に含まれていた。その結果フロリダは樹木の少ない乾燥した土地となり、草原や低木の植生が支配的だった。おおよそ9000年前、気候が暖かくなり、 極地の氷管や多くの氷河の大半が溶け、湿度の高い環境となり、フロリダ半島の棚の半分が水没した。この頃のパレオインディアンは水を求めてそれほど遠くまで行く必要がなく、その宿営地はより高級的になって、損落地に変わった。この頃に作られた様々な道具という証拠があり、考古学者はアルカイック時代への移行を見ている。アルカイック時代は骨、 動物の葉、角から道具を作った。キャベツヤシや、ノコギリヤシなどの植物から繊維を取り出して編んだ。ブレバード軍のタイタスビルに近く、ウィンドーバー考古学史跡などいくつかの墓所が発掘され、葬儀の儀式の証拠が出た。アルカイック時代の人々は、浅いデータンの沼に死体を埋葬したので、人体の組織の多くが残った。5000年から3000年前にも気候が変動し、 アルカイック中期になった。セントジョンズ川の近くに初めて人類が住んだという証拠はこの時代のものである。この時代に先住民の人口が著しく増え、セントジョンズ川の近く多くの定住地がこの時代から記録されてきた。セントジョンズ川の岸やその道路には貝塚が散在している。その中には淡水の巻貝や蠣の貝殻が多く詰められていた。地域固有の陶器や 清池石あるいは石灰岩で作られた石器が出現し、西暦500年頃の進歩が始まった。アルカイック時代の人々はフロリダの周辺で固まって生活するようになった。フロリダの中央部から北大西洋岩に沿って人々はセントジョンズ文化を生きた。この名称は最も近くにあって目立つ自然の地形から取られたものだった。西暦750年頃、 セント・ジョンズ文化では、トウモロコシを栽培することを覚え、魚、動物、ウリといった食料の列に加えた。考古学者や人類学者はこの農業の進歩の年代が、考古学遺跡の広がりに一致するとしており、それに続いて人口が増加したことを示唆している。ヨーロッパ人探検家が北フロリダに到着した時、ティムクア族インディアンと遭遇し、その部族人口は、 1> 約1万4000人で地域の先住部族の中では最大だった。後のセミノール族インディアンはこのセント・ジョンズ川をウェラカあるいはイラッコと呼んだ。これらの名称はクリーク語のウィラコすなわち大きな水から派生しており通常湖を流れる大きな川に適用された複合湖だった。セント・ジョンズ川は多くの湖を作り接している。別の考えとして セミノール族の名称は、藁カか,から派生し、おそらく川のゆるりとした流れとそれへの潮汐の影響をいったものだった。この名称は、英語で、チェーンをブレイクスとされることもある。セント・ジョンズ川を見下ろすカロライントリデの複製フロリダが最初に、ヨーロッパ人に言及されるのは1502年のカンティノの地図の上であり、フロリダの形があり、 セント・ジョンズ川の特徴ある植生のイカダを適切に表現していた。この川は当初リオデラス・アルマディアスと名付けられていた。あとの1513年、フアンポンセデレオンがケープ・カナベラル近くに到着したが、この半島の大西洋岸北部に実際にヨーロッパ人が入植したのは1562年になってからだった。スペインの初期体験家がこの川を ディオデ・コリエンテスと名付けた。セント・ジョンズ川はこの地域で最初に植民地化された場所となり、その最初の戦場にもなった。フランスの探検家、ジャン・リボーが川の河口の南に石踏みを立て、フランスの存在を知らせた。これが、それまで長い間半島の南岸と西岸を探検していたスペイン人に警告を与えた。リボーはヨーロッパに戻ると拘束された。 1564年、ルネグーランド・ロードニエールが、セント・ジョンズ川川口に、カロライン・トリデを建設するために到着した。彼らは5月1日に到着したので、この川を、リビエール・デメと名付けた。ジャックル・モアンという画家が1564年に、ティム・クア族の中で見たものを文書にし、彼らが、肉体的に力強く、食料も欠けていないことを描いた。 カロライントリデは長く続かなかったが、地元のティムクア族やモカマ族との関係は友好的だった。この植民地は自給できなかった。フランス人の中に脱走する者が現れた。残っていた者は1565年にペドロ・メネンデスが率いたスペイン人によって殺された。メネンデスは戦闘ガスティンから北に遠征し、カロライントリデを占領した。川はスペイン人が 首都マとューを検証して、サンマテオと解明した。マシューの誠実が次の日だった。カロライントリデを占領したことで、スペインは川の支配を続けられた。フランスとスペインは、誰がこの植民地の天然資源とインディアンを支配するかで争いを続け、その後川を支配した八つの国の歴史の先駆けとなった。当初はフランス人に友好的だったティムクア族は、 スペイン植民地総督ペドロメネンデスデアビレスがフランスのプロテスタントを嫌いティムクア族の信仰は悪魔的であると見ていたためにスペインの同盟者にしようとはしなかった。1573年までにティムクア族は徹底的な反乱者となりスペイン総督の忍耐力を試しスペイン開拓者にその農場を捨てるように仕向け守備兵にはフロリダのより内陸に移るように強いた。 スペインはティムクア族に攻撃をかけてこないよう説得することができなかった。その後の100年以上にわたってキリスト教の宣教が成功し川に沿って基地を築いた。スペインのフランシスコ海宣教師が川の現在の名前であるサンフアンデル・プエルトを与えた。伝道書が河口のフランスの取り出があった場所に作られた。 スペインの地図に最初に表記された名称は1680年から1700年の間に作られたものだった。フロリダの先住民であるティムクア族は18世紀までに団結を失い人口を減らし始めた。現在のジョージア州やアラバマ州にいたクリーク族と呼ばれるインディアンがこれを助長した。1702年、クリーク族はヤマシー族と組んでティムクア族を攻撃し、 スペインの保護を求めるよう仕向けさせたが、それでティムクア族は奴隷にされた。クリーク族は他の部族を吸収して南に広がり始め、1765年までにイギリス人からセミノール族と呼ばれるようになっていた。この名称はシマロンから取られたものであり、逃亡者とか野ヒなものという意味があった。セミノール族は、 クリーク族が吸収した部族から様々な言語を採用した。すなわち、七チチ語、マスコギ語、さらにティムクアン語だった。1716年から1767年、セミノール族は次第にフロリダに移動し、クリーク族との結びつきを立って独自の団結した部族となった。セント・ジョンズ川は東岸のヨーロッパ人植民地と、 西岸のインディアンを分ける自然の境界になった。1763年、フロリダがイギリスの支配下に入った後、クエーカーの博物学者親子ジョン・バートラムとウィリアム・バートラムが1765年から1766年にアメリカ合衆国南東部を訪れた間に川の全長にわたって探検した。二人はその経験と、 観察した植物や動物を記した日誌を出版した。イギリスをジョージ3世から、ピコラタあるいはサンフアンと呼ぶ川の水源を突き止めるよう任務を与えられ、川の幅や深さを測り、南に下っていくときに土壌のサンプルを採取した。息子のウィリアムは1773年から1777年にもフロリダに戻ってきて、その旅について新たな日誌を書いた。 その間に植物を集め、パクパギーと呼ばれた、セミノール族と友達になった。ウィリアムは遥か南のブルースプリングまで訪れ、泉の水が提供する綺麗な眺めに注目した。水は完全に透明であり、常に莫大な数と種類の魚がいる。あなたの目には食卓に乗っているかのように見えるが、かなりの水深の水中にあると記している。ウィリアム・バートラムの日誌は、 ジェームズ・マディソンやアレクサンダー・ハミルトンなど著名なアメリカ人の注目を集めた。この日誌の成功により、アンドレミショーなど他の博物学者を刺激し、セント・ジョンズ側の探検を行わせることになった。1788年に行った探検では、パラトカから船で南のモンロー湖にいたり、バートラムの日誌にあった植物のいくつかを命名した。 ミショーの後には1811年から1817年に、ウィリアム・ボールド・ウィンが続いた。その後、ジョン・ジェームズ・オーデューボンなどの探検家は、ウィリアムズの出版した、南北カロライナ、ジョージア、東西フロリダの旅を旅のガイドとして傾向した。1795年、フロリダはスペインに返還され、アメリカ人は安価な土地に引き付けられた。元はイギリスへのロイヤリストだった。 サウスカロライナの農園主かつ奴隷貿易業者のゼファニア・キングスレイがアメリカ独立戦争の間に故郷を離れ現在のドクターズ湖の近くセント・ジョンズ川の西岸現在のオレンジパークの南に機械を捉えてローレル・グローブと名付けたプランテーションを築いたその3年後キングスレイはキューバに旅してアンナ・マジジンジェイという13歳のウォロフ族の少女を購入したアンナは キングスレイの内縁の妻となり、キングスレイが旅に出たり、事業に関わっている時には、ローレルグローブプランテーションを管理した。このプランテーションでは、柑橘類とシーアイランド綿花を栽培した。1814年、彼らは、ホートジョージ島の大きなプランテーションに移転し、そこで25年間を過ごした。ジャクソンビルでもいくつか、プランテーションや加算を、また、 ジョージ湖の北端にあるドレートン島でもプランテーションを所有した。キングスレイは後に他の3人の自由人女性と結婚し、一夫多妻の関係となった。スペイン領フロリダは人種間結婚を認めており、ジェームズ・アーウィン、ジョージ・クラーク、フランシスコ・サンチェス、ジョン・フレイザー、フランシス・リチャード・ジュニアなど白人土地所有者の川沿い、初期開拓者はすべて、 アフリカ人女性と結婚するか、婚外関係を持った。1821年、フロリダがアメリカ合衆国に併合された後の1年目、白人開拓者とセミノール族インディアンとの間に暴力的な紛争が起きた。セミノール族には逃亡したアフリカ人奴隷が入っていることが多かった。フロリダ巡州設立時のアメリカ人とセミノール族との衝突は、 セントジョンズ川沿いの町や目印に、その紛争に直接巻き込まれた人の名が付けられていることで振り返ることができる。フロリダがアメリカ合衆国の中に組み込まれる前の1818 18年で、あっても、アンドリュー・ジャクソン少将がスワニー川より西にいるアラチュア・セミノール族を排除する任務があり、インディアンを殺すか、南のレイク軍に移動させるかがその手段だった。 ジャクソンが動いたことで、第一次セミノール戦争となった。ジョージア州との宗教近く、セント・ジョンズ川の幅が広いところで、牛がジャクソンビルに渡った場所が、カウフォードと名付けられた。ジャクソンが攻勢をかけた結果、フロリダがアメリカ合衆国に譲渡されることになった。セミノール戦争が終わった後、蒸気船の運航によって、セント・ジョンズ川沿いでは商業を営むものを含め、 人口が次第に増加した。蒸気船はこの川の前世紀を演出し、鉄道が開通するまで、州内の内陸に到着する唯一の交通手段だった。ジャクソンビルの市民にとって、船の競争を見るのも気晴らしの一つだった。1860年代までに、ジャクソンビルとサウスカロライナ州チャールストン、ジョージア州サバンナを結ぶ、毎週の便で、観光客、木材、面許、 柑橘類が運ばれた。セントジョンズ川沿いの土壌は甘いオレンジを栽培するのに特に適していると考えられた。南北戦争の時のフロリダ州はまだ人口が少なかったので他のアメリカ連合国の州に比べれば関与することが少なかった。フロリダはセントジョンズ川を航行する蒸気船で南軍に物資を供給したが川と大西洋岸は 北軍海軍によって封鎖されていた。この戦争におけるフロリダの役割の一つはセント・ジョンズ川をパトロールし物資が南軍に届かないようにしていた北軍の海輪船アセス・コロンバインを沈没させたことだった。1864年パラとか近くでジョン・ジャクソン・リキソン隊員が指揮する南軍部隊がアセス・コロンバインを捕獲して燃やし沈めた。 おそらく南軍に乗っ取られた唯一の北軍艦船となった。同年、それより下流で南軍はメープルリーフという北軍の船を再度沈めた。この船はジャクソンビルの南、ジュリントンクリークの近くで爆発物を積んだ浮いたたるにあたり、泥の中に鎮座することになった。この鎮船の一部が1994年に引き上げられ、 南北戦争時代の工作物が多く見つかった。その中にはダゲレオタイプ写真や木のマッチも入っており、川の泥の中に保存されていたものだった。過去にスペインが2世紀の間フロリダを植民地にしていたが、アメリカ合衆国の東海岸では最後まで開発や探検が遅れていた場所となった。南北戦争の後、フロリダ州は負債が多すぎて、 道路や鉄道が引けず進歩を妨げていた。1881年、フロリダ州知事、ウィリアム・ブロックサムが、ペンシルベニア州を本拠とするハミルトン・ディストンという、工業資本家に直接訴えて、まずカルーサ・ハッチー川を通る、蒸気船の航路を改善するために運河を建設し、さらに州の中央部の土地の排水を行って、農業の生産を上げられる土地にすることを目指した。 ディストンはさらに中央フロリダの土地400万エーカーを100万ドルで買い取りを進められた。これは当時歴史上でも最大級の土地買収だと伝えられた。ディストンは最終的に土地の排水に成功したが、その投資は観光業を起こし、鉄道界の大建物であるヘンリー・モリソン・フラグラーやヘンリー・ブラドリー・プラントをしてフロリダの東海岸に鉄道を建設させることを 可能にした。またサンフォードからタンパまでの鉄道も引かれた。ディストンは、キシミー、セントクラウドの街や、その他フローリダ西海岸の街いくつかを設立した。マンダリンにあるハリエット・ビーチャーストーの家、ステレオ写真1843年、ディストンの行った改革を報告する、ニューヨーク・タイムズの記事は、ディストンが土地を購入してその後の開発を行う、前に、 フロリダで見る価値のある数少ない場所は、ジャクソンビルとセント・オーガスティンであり、おそらくパラトカまでは、セント・ジョンズ川を、一よの旅だった。1883年までに、観光地の呼び物は250マイル南まで、延伸された。人口が増えるにつれて、セント・ジョンズ川により多くの注目が集まるようになった。 フロリダはその水や柑橘類で衰えた健康を癒すことのできる異国情緒のある不思議の国という風うに描かれ、この地域は旅行機で特集されるようになった。詩人ラルフワルド・エマーソンはわずらっていた、帰還支援を癒すために短期間戦闘ガスティンに滞在し、北、フロリダを土地投機家が群れ集まる、グロデスクな地域と呼んだ。エマーソンは奴隷の公開売買を通説に嫌っており、 その件をの列に加えていた。しかし南北戦争後、著名作家のハリエット・ビーチャー・ストーが、ジャクソンビルの近くに住み、セント・ジョンズ川を遡って、それを感情を込めて記した。太陽からセント・ジョンズ川の入り口は、私がこれまで通った中でも最大級に波は、ずれて、印象的な景色であり、天気が良ければ、その景色は壮大なものになると記した。ストーの回想録。 ヤシの葉は1873年、一連の故郷への手紙として出版され、大変影響力を持ったので、北部の住人をフロリダに誘うことになった。フロリダを多くの人々が訪れるようになって、予期せぬ問題が大きくなった。パラとか近くの冬の家に住んでいる女性が、その裏庭を美化しようとセントジョンズ川にホイアオイを導入した。その10年後、 紫の花がついたホテイアオイは、川元その速度を5000万エーカーを覆うほどに繁殖し、深刻な外来種問題になった。ホテイアオイは密度濃く繁茂するので、船の航行や釣りを妨げ、川底まで太陽光が届かないので水中の動植物にも影響した。フロリダ州政府はこの植物が厄介者だと判断し、1890年から1930年の 間に60万ドルを費やして、北フロリダのクリークや川から排除しようとしたが、うまくいかなかった。ネルソン・フェルというイギリス人がディストンの広告から説得され、フロリダで一儲けしようと1880年代にやってきた。フェルは、トホペカリがこ近くの12000エーカーの土地を購入し、ナークーシーと呼ぶ町を設立し、1888年には200人以上の イングランドからの移民が入っていた。その後に大きな不幸と英米関係の緊張が起こり、フェルはシベリアのインフラ建設に数年間を費やしたが、1909年にはフロリダに戻ってきて、中央フロリダの湿地を開発する構想を抱いていた。州知事ナポレオン・ボナパルトブロワードが1904年の選挙運動でエバーグレイズから排水するという政治約束にさらに、 促された。1910年、フェルは11万8000エーカーの土地を1エーカーあたり1.35ドルで購入し、フェルスミア農園会社を立ち上げて1911年にはセントジョンズ沼の排水を行い、その水はインディアン川ラグーンに送って計画されていた運河や、その他構造物の建設を促進させた。これは大きな都市圏を建設できる土地を供給するには、 驚くほど効率的なことだった。最初にフェルスミアの町を設立して、そこの土地を1エーカーあたり100ドルで販売するなど、いくらかの進展があったが、土地売買の詐欺やエバーグレイズから排水に失敗したという報告があるなどスキャンダルがあり、土地の販売が挫折した。フェルの会社は管理のミスで、資金不足にも陥った。豪雨によって建設したばかりの堤防が破壊され、 会社は1916年までに債務超過状態となった。フェルは1917年にフロリダからバージニアに移った。小説家マージョリー・キナンド・リングスはその著書サウス・ムーン・アンダーやザ・リングその他短編数編の背景としてセント・ジョンズ川を使った。1933年一人の友人とセント・ジョンズ川の船の旅を行った。 上流域では、川の流れがはっきりしていないために方向を判断するのが難しかったと記し、その階層6、クロスクリークのヒアシンス漂流と題する章では、ヒアシンスが流れている方向を見るという幸運にあったと記している。ローリングスは、さらに、私に一つの美の簡潔な場所と時を永遠に持てるならば、セントジョンズ川の高く寂しい騎士での夜を選ぶかも、 知れないと考えると記した。20世紀のフロリダは、州内に大居人々が移住してくる時代だった。未開の土地がよく売れ、湿地を埋め立てるための排水がチェックされないことも多く、政府がそれを奨励することも多かった。セントジョンズ川の水源は1900年から1972年の間に30平方マイルから1平方マイルまで小さくなった。 土地の多くは都会化のために埋め立てられたが、農業への需要のために農薬や牛牧場の排水がセントジョンズ川に流れ込んだためにその努力を損なうことになった。汚染物を越すための湿地がなければ化学物資が川の中に止まり大西洋に流出することになった。船乗りたちが上流にある泥と海藻の浮島をダイナマイトで壊し湖から完全に排水できるようにした。 クロスフロリダバージュ運河の完成部分、パラとか、近中央フロリダで最も深刻な人間による自然への影響となり得たものは、クロスフロリダバージュ運河だった。これは、メキシコ湾と大西洋岸をつなぐ運河であり、オクラワハ川の水路を利用した。1933年に承認された。この運河は、全長171マイル。 幅250フィート、深さ30フィートで計画された。運河建設は、州内の建設工事でも優先度第一位であり、1964年までにアメリカ陸軍工兵司令部が運河の建設を始めた。その建設の背後にある動機として、洪水制御が第一であったが、幅広い理由付けや工事の実現性については不明のままだった。 公平司令部もエバーグレーズで数百マイルの運河建設工事を行い、1960年代までに不必要な建設工事を行って税金の無駄遣いをしたと非難されていた。1969年、環境防衛基金が連邦裁判所に運河の建設を止めるよう訴訟を起こした。フロリダ州の水路とフロリダ大水槽、中央フロリダと、 北フロリダの淡水源になされるであろう、修復不可能な損害を訴えていた。これとは別の、セント・ジョンズイコールインディアン川バージュ運河は、セント・ジョンズ川と沿岸内水路をつなぐ運河として計画された。これは寄港されることもなく、クロスフロリダバーチ運河の工事が中断されてから間もなく、計画中止となった。元は、セント・ジョンズ川の水源であった市地。 農業用に排水された。ブリバード軍とインディアンリバー軍に近い。蒸気船が鉄道にとって変わられ、それがジャクソンビルでセント・ジョンズ川にあたる週間高速道路95号線に置き換えられたとき、川の州に対する重要性がほとんど失われた。フロリダに流入したい住者は主にオーランドより南に入り、そこの湿地の自然秩序に負の影響を与えた。 今もエバーグレーズを救うための訴えが、セントジョンズ側の修復よりも多く言われている。しかし、過去50年間で、北フロリダと中央フロリダの都市化地域はかなり成長した。上流域では1950年から2000年までで、人口は8倍に成長し、2020年までにさらに150万人が増えると予測されている。 小山市を取りが、芝と農作物の肥料に使われておりその溶液が、セントジョンズ川に流れ込んだ。壊れた、汚水処理タンクや牛の放牧場からの漏出が、これも川に流れ込む汚染を作り出した。通りに溢れた嵐の時の雨水は直接に川やその、支流に流れた。1970年代、イーコンドックハッチー川には、毎日800万 US ガロンの処理済み汚水が、 放水されていた。湿地は排水されて舗装され、自ら汚染物を愚かできなくなり、川のゆるりとした流量にさらに悪くなった。パラトカからジャクソンビルまでの川では、定期的に藻類が発生し、魚菓子に魚の変形や病気が起こった。川の汚染物の大半は、川の南部から流れ出ていたが、ジャクソンビル地域では、下流域で見つけられる汚染物の 約36%を作り出していた。フロリダ州は1987年、地表水改良管理というプログラムを策定して、川の浄化、特に一特定汚染源負荷、すなわち直接パイプから放流されるものではなく、地面に染み込むことで川に入る化学物資について浄化を支援することとした。地表水改良管理は地元の自治体を支援し、 湿地を回復させるための土地を購入した。セント・ジョンズ川水質管理地区は、フロリダ州環境保護省から川を回復させる任務を与えられた。修復の第一段階は、特に上流域で川に接する交流地を購入することであり、セント・ジョンズ川の水源周辺で、10カ所の保護保存地が実行に移された。オクラワハコ群にあるグリフィン湖の周辺では、 セント・ジョンズ川水質管理地区が、元は、デイチ農業に使われていた、土地6500エーカーを購入した。アポプカこそいでは19000エーカー以上の土地が、購入され、その湿地の回復に使われた。セント・ジョンズ川水質管理地区は、リンを体内に含み海藻問題を悪化させる、魚種である小肌、1500万ポンド近くを除去した。セント・ジョンズ川水質管理地区は、 セント・ジョンズ川流域の湖や支流での最小レベルも設定し、水の許容出水量をモニターし、必要な場合は水不足を宣言する。セント・ジョンズ川の浄化を支援し、水質改良のための関連基金を支援するために、ジャクソンビル市長のジョン・デラニーが1997年からアメリカの歴史遺産河川として指名を得る運動を開始した。環境保護庁による指定は、 連邦政府機関の間の動きを強調させ、自然資源の改良と環境保護、経済再活性化、歴史と文化の保存を意図している。この運動は共和党の市長が連邦政府の支援を求めたことを弁護し、他の河川は大々的な環境浄化のために連邦政府の支援に大きく頼っている。今はセントジョンズ側の番だと記したので議論を読んだ。 セント・ジョンズ川沿いの22の町と、環境、スポーツ、レクリエーション、ボート、教育の組織も、その指定を指示したが、著名な共和党の政治家数人が、連邦政府の規制が増え、川沿いの民間資産所有に制限が出るのでは、ないかという心配を表明した。フロリダ州会員は、アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンに、セント・ジョンズ川を含めないよう求める決議案を通した。 これにもかかわらず、クリントンは、セント・ジョンズ川を1998年に候補となった126の河川から、アメリカの歴史遺産14河川に含めた。これはその生態的、歴史的、経済的、また文化的重大さを考慮したものだった。フロリダ州の人口が増え続けることで、都市計画者たちは、フロリダ大水槽だけではもはや北フロリダに住む。 人々を支えられなくなると予測することになった。2020年までにセントジョンズ川流域に700万人が住むことになると予測され、2008年の人口の2倍となる。セントジョンズ川から1日1億5500万 US ガロンを取水し、オクラワハ川からは毎日1億 US ガロンを取水するという提案がなされて議論を呼び、 セント・ジョンズ川キーパーという民間組織がアメリカン・リバーズという環境監視団体によるアメリカで最も危険性のある10カセンのリストに加えるよう申請した。2008年にはそのリストの第6位に挙げられた。それはジャクソンビルの新聞ザ・フロリダ・タイムズ・ユニオンから承認を得、セント・ジョンズ川水質管理地区から会議の声が上がっている。セント・ジョンズ川は 大きくなる公共の水需要に対応するために追加的水源として検討されている。2008年、この川の水質管理地区が提案されている取水計画について水供給影響研究を行い、全国研究委員会にそれが進行した場合の研究の科学的側面を審査するよう求めた。これが川の水位や流量について取水の影響を評価する4件の報告書となり、 湿地生態系に考えられる影響を審査し、水質管理地区の研究について全体的な見解を提出した。全国研究委員会は水質管理地区が予測される環境への影響に関連して良い研究を行ったと評価した。それには取水の提案される程度に関して不明確性の大きさや一般的な程度も含まれていた。しかし、この報告書は 水質管理地区の最終報告書が将来の海面上昇、人口増加、都市開発など重要な要素を認識すべきだとも述べていた。水質管理地区は水の管理における変化が水位や流量を増すことになり、それが提案される氷層水取水を超過することも予測したが、これら予測にはかなりの不確実性があった。報告書は水質管理地区の取水は 生態系にほとんど有害な影響を与えないという結論についても心配を表明していた。この結論は上流からの流量を増加させる計画と土地利用法の変化が水位や流量に関して取水の影響をほとんど帳消しにするというモデルによる見解に基づいていた。上流の計画は土地を流域に戻すという限りでは肯定的であるが都市部で水が溢れることや よく知られている水質の悪化には同じことを言えない。セント・ジョンズ川は北、アメリカでは数少ない北向きに流れる川だと言われることが多い。ただし、カナダやアメリカ合衆国の一部では多くの川が北に流れている。エーステム4トップロジェクリーコーディンググローバル、ドレナージ・ベイソンズ・アンド・ストリーム・ネットワークス、S リー、コンチネンタル・ディバイズ・イン・ノース、 ダコタノースアメリカ、ノースダコタジョバロジェクルサーベイニュースレターノースダコタ、ジョバロジェクルサーベイ30、ピアニッシモ 17, 17、1717年、植民地総督が集団のいくらかを再組織した。ティムクア族は248人が数えられた。再構築されたのは、ヤマシー族、モカマ族、アパラジー族、ゲール族も含まれていた。 北フロリダには総計で1500人足らずのインディアンが残っていた。病気、さらにスペインやタブ族との暴力差汰によって人口が減り続け、1763年までに最後まで残っていたインディアンの中の100人はスペイン人とともにキューバに移ることを選んだ。セントジョンズ側のモンロー湖はジェームズ・モンロー大統領にちなんで名付けられており、モンローは アメリカ合衆国政府を説得して第一次、セミノール戦争の費用を手当てさせた。アメリカ人開拓者が北、フロリダや中央フロリダの農園や火山にボツ,ボツ入ってくるようになると、食料の問題や、時にはセミノール族を奴隷にすることで、セミノール族のいくつかのバンドと紛争になることが増えた。1823年、ムールトリー・クリーク条約で、セミノール族を オキーチョビーコに近い居留地に移したが、さらにアメリカ合衆国の政策で彼らをフロリダからインディアンジュン州、あとのオクラホマ州に移動させることを強力に推進した。1835年までにオセオラに指導され感化を受けたセミノール族が反乱を起こした。オセオラの名前は州内の目印や構造物の名前として広く使われている。 ジェサップ子の名前はフロリダにおけるアメリカ軍の指揮官トマス・ジェサップ少将にちなむものであり、ジェサップは1837年にオセオラを捕まえさせた。ハーニー子はウィリアム・ S ・ハーニー准将にちなむ命名であり、ハーニーは西フロリダと南フロリダでセミノール族に対する襲撃を何度か引いた。ローリングスとその友人が サンフォードで泊まってガソリンを購入しようとしたとき、あるヨットのオーナーがそのクルーに彼女を街まで連れて行って、それを買うよう提案したが、ピンクのキラキラしたスポーツ機に身を包んだ妻に妨げられ、その代わりに彼女を教会まで連れて行くよう要求した。ローリングスがサンフォードの港を離れると、その友人が何ということ。彼はピンクのペチコートの代わりに、 キのシャツを私たちと共に川を下らせることになるわと話した著作家でフロリダ大学教授のケビン・マッカーシーはクロスフロリダバージ運河のことを20世紀のフロリダ州の水源にとっておそらく最も危険な単一の脅威と表現したありがとうございます